はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝原沖です。今日は復活、これだけで中学受験できます、中学受験算数基礎講座。今日からね、空間図形に入ります。ちょっとね、9回かな、面積図、ずっとやってましたけどね、今日からね、空間図形を基本から中学受験の、基礎レベルまで一気にやっていきます、ね。もう一気に全部やっちゃいますから、ね。で、今日はですね、ちょっとね、イレギュラーなんですけど、立方体の切り口からやってみたいと思います。ね。立方体をね、カッターで切っていくわけですよ。ね。消しゴムでね、白い消しゴムを立方体に切ってってね、いろいろ切っていくとね、いろんな形になります。でもね、これ実はね、10個しかないんですよ。10個。ね。で、まずはね、ああ、なるほど。ね。正三角形もできます。二等辺三角形もできます。ね。で、そして、正方形もできます。ね。長方形もできます。平行四辺形もひし形もできます。等角台形もできます。そして、五角形、六角形とできます。これ以上、七角形、八角形はできません。ね。全部で10個あります。さあ、じゃあ、この10個をね、1個ずつ見てみましょう。さあ、まず三角形のバージョンからね、正三角形いきます。さあ、正三角形。どうやって切れば正三角形になるのか。ね。ここと、ここと、ここでね、こうやって、こういうふうに切っていく。こういうふうに切るんです。これ正三角形です。なんで正三角形ってわかるかっていうと、この長方形の対角線なんでしょ？正方形の対角線でしょ？正方形の対角線でしょ？正方形の対角線でしょ？だから長さ等しいんです。正三角形です。じゃあ次。二等辺三角形。さあ、この中点とこの中点。ここから切っていきます。こうやって。で、こっからここ目指してこういうふうに切っていくとね、こうなるでしょ。こことここ等しいですよね。ね、この正方形の中点と端。正方形の中点と端ですから、これでこことここの長さ等しくなるわけです。だからこれ二等辺三角形です。もう一個正三角形やってみましょう。ミニ正三角形。さあ、この中点とこの中点とこの真ん中の点、それぞれ真ん中の点をこうやってこういうふうに切っていく。そうすると、こことこことここ等しいでしょ。正三角形になるわけです、ね。さあ、じゃあこれだけ、知ってれば三角形はもう十分です。さあ、ここから四角形いきましょう。さあ、まずは一番簡単なもの、正方形にするにはどうしたらいいか、どう切ったらいいかね。これはこの真ん中の点、この真ん中の点、この真ん中の点、この真ん中の点と、こういうふうに切っていけば、これ絶対ね、この正方形と全く同じ正方形が、の切り口になるね。これは正方形ですよ。もちろんこう切ってもいい。こう切ってもいい。とにかくこの面に平行に切ればいい。さあ、じゃあその次、長方形。さあ、全部90度の四角形にしなければなりません。これはこことここ、ここからスパッと切るんだね。こうやって。こうやって切ってもいいんだけど、こうするとね、90度になるんですよ、全部。こうやって切ってもいいですよ。こういうふうに。これも90度になります。長方形です。さあ、今度、ひし形。さあ、ひし形の切り方はね、ここから、ここ目が指すんですね。そうするとどうなるかというと、ここからこういう風に、こういう風に広がって、こういう風に狭まって、ひし形になるんです。これなんでひし形があってわかると、ね、わかるかというと、この正方形の中点と端でしょ？こうなってる。どれもこことこういう風になってる。これもそうでしょ？これもこれ。辺の長さは等しいわけです。だけど、ここ90度にはならないんですよ。これ開いちゃう。ね。だからこれひし形なんです。ひし形終わりました。平行四辺形。
平行四辺形はひし形と似てるんだけど、ひしこっからここまで、まあ、目指すんだけどね、ここをちょっとずらすんです。こうやってで、こういうふうにいくでしょ。だ今度ね、こっちはどうなるかっていうと、こっちはこここうなるんです。これ平行四辺形。さあ等脚台形、さあ等脚台形はどうやって切っていくかというと、まずこの中点、真ん中の点と真ん中の点結びます。でそして下のここ結びます。ここからこういうふうに目指して切っていくと、こうなって、ここは平行ですね。でここの長さは等しいですね。だから等脚台形になるんです。ね、いい、この真ん中からこの対角線目指してスパッと切っていく等脚台形。正方形もできます、長方形もできます、ひし形もできます、平行四辺形もできます、等脚台形もできるんです。さあその次あと2つ、五角形いきましょう。さあ五角形こう、ね、でここ目指していくんだけど、こうやって切っていくとね、まずこういうふうに広がります。でそして集まっていきますと、1,2,3,4 五角形できます。正五角形は結構計算がねしないと分かんないですよね、これね。まあ無理じゃないかな、できるのかな、これ五角形。さあ最後六角形、六角形でも正六角形のバージョンやってみましょう。さあこことここね、スタートラインで目的地はここに置きます。となんか長方形になるみたいですけども、こっからこう切っていくと、一旦こう広がってこう狭まって綺麗な正六角形になります、ね、どれもこうなってんですよね、どこも。だからこれ全部等しいんです、ね、で何が難しいかっていうと、これみんなね全部ね、あの切り口教えてあげてるわけです。でね、あのね、もうね、切り口っていうのはね、あの中学受験の塾のテストっていうのはね、すごく意地悪なんですよね。切り口習ったばっかりなのにこんな風に出すんですよ。例えばこの3点を通るように切りましたって言うんです。これ3点を通るように切ったって言ったら、もうこれで終わっちゃうでしょ。せいぜいこういう風になってどうするんだろうってなっちゃうでしょ、ね、でもね、これはまずはね、3点なんか分からなくていいんです。ああこれこれだなって、まずこの10種類のものをしっかり自分で理解するんですよ。最初から3点でね、3点だけでひし形だってね、ピンとくるところまでまずこれをマスターするんです。でじゃあこれどうすればいいかというとね、コツはね、ここ見てください。これが向かい合う辺のここから平行になります。ここからここ目指して絶対平行になるんですよ。ここもそうなんです。こうなってでしょ。向かい合う面のここから平行にこういうふうになるんです。そうするとひし形になります。向かい合う面の平行に書いていくと分かってきます。例えばこれなんかもそうです。こことここを結んで、この3点で結んだらどういう切り口になりますかって、これ意地悪なんですよね。これね、習ったばかりでね、想像できない人の方が多いんですよ。でもこれ等脚台形なんですよ。これなんです。なんとなくこれだなって分かるようになればいいんです。でどうやって分かるかっていうと、ここでしょ、向かい合う面、ここのと平行、これと平行に切っていくとこうなるでしょ。たらここ結べるでしょ、ね、向かい合う面とは平行に切れるんですよ、ね、だからこれ等脚台形ってことになります、ね、これはひし形になるわけです。これが立方体の切り口と、いうことですね。いいなと思ったらチャンネル登録、そしてメンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。